どうも、よしです。こんにちは。突然ですが、僕は垢抜けたくなりました。垢抜けたくて字もキラキラしております。仕事の毎日でどんよりしている気分を少し軽くするためにはメッシュブリッジしかないと思い、夜中にブリーチをすることにしました。早速、ブリーチの説明をしていきましょう。まず、メッシュブリーチをする前に溶かします。ちゃんと髪の毛がね、自然な方向に向くように溶かします。そして今回欠かせないのはこの変な帽子なんですけれども、Amazon で1000円ぐらいで買えます。穴開け不要タイプと穴開け必要タイプがあるんですけども、今回は穴開け不要タイプを使います。これね、すでに穴が開いているんで、楽ちんでしょっていうことなんですね。この穴から髪の毛を出して、そこだけブリーチをするという作戦です。このように帽子みたいに被ったら、穴から付属のかぎ針を使って髪の毛を出していきます。今回使うブリーチ剤は、GOT2B。Amazon で買いました。値段は1320円。そしてポイントはインナーカラー用を使いました。通常版との違いは、インナーカラー用は少量が2袋になっていて2回分使えます。今回はメッシュ部分だけのブリーチなので1回分の量は少量でいいです。その分2回やったらもっと色が抜けるのではという作戦です。値段は通常版よりちょい安かったと思います。使うのはこれだけです。合計で2500円くらいでした。メッシュブリーチは美容院だと最低でも1万5000円くらいはするみたいなのでかなりお得だと思います。ゴム手袋とかこのハケとかが付属していました。私は説明書をよく読むタイプなのでしっかり読んでから付属していたこのかぎ針で髪の毛を引き出していきます。説明書によりますと全部の穴から髪の毛を引き出すのではなく一個飛ばしで髪を引き出していくといい感じにまばらにメッシュになるそうです。結構大変で根気のいる作業です。あまりおすすめできないなとこの時点では思っています。コツをね、つかみ始めるとだんだんと髪の毛をね、引き出していけるようになります。ふと我に返って自分は何をやっているんだろうと思うタイミングが何度か訪れますが頑張っていきましょう。全部髪の毛が出るとこんな感じになります。この状態もなかなかいいですよね。とても気に入っています。あとはこの出た部分の色を抜くだけになりました。後頭部の方が大変なので一人でやるとしたら 2,3 時間は覚悟した方がいいかもしれません。ここまで来ると達成感がすごいのでこの状態を少し楽しみたくなります。ではブリーチの説明書を読んで2回ブリーチしていきます。1回ブリーチを美容院でやってもらったことがあるんですけれども頭皮が燃えてんじゃないかっていうぐらい痛くて少しトラウマになりました。でも今回この変な帽子かぶってるので頭皮が痛くなることはありません。服脱ぎます。ブリーチついたら嫌だなと思って脱ぎました。ちょっと怖いので長めに説明書を読んでますね。少々お待ちください。付属していたこのカップによくわからないこのクリームを半分だけ入れます。今半分絞っています。少々お待ちください。絞った後は半分取っておいて次はこの袋に入っている粉をそのクリームの容器に入れていきます。付属していたヘラでそれらを混ぜます。手袋をつけてクリームを塗っていきます。換気はねしといた方がいいです。ブリーチ特有のアンモニアみたいな匂いします。頭にペタペタ乗せてから手で揉んでいきます。髪の毛をね一本一本に浸透するように念入りに揉んだ方がいいです。ブリーチ剤をまんべんなく塗ることができたらここにラップを巻いて 2,30 分放置します。髪質にもよると思うんですけれども20分ほど放置しました。30分以上放置すると髪の毛が溶けてちぎれてしまうそうなので気をつけてください。ラップを取ると結構色が抜けてるのがわかりますね。ついているクリームをタオルで取ってから2回目のブリーチ剤を作っていきます。先ほどと同じ手順で残っているクリームと粉を混ぜていきます。頭にのせてから手で揉み込んでいきます。やってみた感じだと1回目のブリーチだとまだ色抜けが甘くて赤みの強い金髪という感じでした。もっと白っぽい金髪にしたい人は2回のブリーチがやっぱりおすすめですね。全体に揉み込んだらラップを巻いていきます。説明書にはラップを巻けとは書いてなかったんですけれども巻いた方が体感ではいい感じでした。指3にしてますけどここでは怖くなって20分ぐらいで外してます。見てください、結構白っぽくなるまで抜けました。
ここで髪を洗ってきます。洗ってきました。思ったより明るくはない感じで、金髪の量もいい感じになりました。髪の毛をあんまりセットしない人ほどおすすめかなと思いました。何もしてなくても動きが出ていい感じです。これで私の垢抜けたい欲は満たされたのでよしとします。結構量が少ないから時間長めでやってもこのぐらいのちょっと茶色っぽい感じで、結構太めに出したところが結構出てるので、太めに出した方がいいですね。前髪ちょっとやっぱ少なかったかな。こんな感じはするかな。こっちもね、こことか全然だから、ここはよく出た。もうね、楽しいかもね、やったら。というわけで、一人では結構厳しいです。大変だと思います。誰か手伝ってくれる人に後ろとか出してもらったらいいと思います。後ろはこんな感じ。どうかな、自分では見えないけど多分なってんだろうね。よし、じゃあそういうことで、ぜひやってみてください。